上期を振り返り、毎週お届けしている温泉地ニュースや動画で取り上げてきたランキングから上期おすすめ温泉地10選をお届けします。今回は北海道の10選です。最初に登場するのは全国でも人気上位に選ばれる登別温泉です。当然北海道では1位という文字が並びます。人気の温泉地ながらまた新たなプログラムが誕生しています。北海道の自然環境を体験できるプログラムはお子さんの教育にも良さそうです。温泉地の活性化に向けて若手経営者たちにより新たなラーメン屋も誕生しています。ホテル旅館100選で選ばれている野口観光グループの積水亭です。複数の温泉宿を運営する企業を取り上げる動画も投稿しています。こちらもプロの評価の高い歴史ある施設です。日本に10ある泉質のうち5つの泉質に出会えます。 JTB のサービス優秀旅館ホテルに選ばれた花ゆら、6月に発表されたゆこゆこアワードでも選ばれています。続いては世界中から人の集まるニセコです。三大秘湯の一つニセコ薬師温泉は残念ながら2014年に閉鎖されています。ニセコでは新たな税収により持続可能な地域づくりを目指して検討が進んでいます。温暖化の影響からか北海道でもお茶の生産が進められようとしています。海外のお客様のお土産としても喜ばれるかもしれませんね。世界一の雪質を楽しめるシーズン以外にも集客を狙いイベントが開催されています。温泉郷の中でも美肌の湯として名高い昆布温泉にある施設です。鶴ヶグループの宿はこの動画でも何度も登場します。こちらも美肌の湯を堪能できるニセコグランドホテル、広い露天風呂で肌も心も癒されることでしょうね。3番目に選んだのはモール温泉でおなじみの十勝川温泉です。前回のおすすめ温泉地動画を投稿した後、さまざまな素敵な温泉宿と出会いました。業界向けのメディアではモール温泉を使った化粧品提案の記事に出会いました。温泉水の拡大が広がるといいですね。温泉熱を利用しコストダウン、効率の良い作物の栽培テストも行われています。北海道で JTB の優秀旅館ホテルに選ばれたうちの一つ三与庵です。こだわりのある施設にはとても憧れます。こちらは美しい名前、美しい外観の宿、静寂坊。公式サイトもとても美しく、見ていてとてもワクワクさせられます。赤ちゃんに優しい施設がこちらです。ミキハウス子育て総研に選定されているウェルカムベビーのお宿です。この後は美しい湖のほとりにある温泉地が続きます。釣り人の聖地でもある阿寒湖のほとりにある温泉地です。夜の阿寒湖畔を楽しむイベントが開催されました。明かりの少ない場所ならではの良さを満喫できそうですね。丸木の船チプが20年ぶりに制作されました。酒飲みに人気のルイベもアイヌ語です。諸説あります。阿寒湖といえばやはりこの宿ですね。プロからも高い評価を得ています。こちらはアイヌコタンが近いホテル御前水です。美しい眺め、美味しいご当地グルメを満喫したいですね。天皇陛下や様々な著名人も訪れた施設です。今は愛犬と一緒に宿泊することもできます。かつてサミットが行われた洞爺湖にある温泉地です。あまりニュースを見ることはありませんでしたが、屈指の人気宿が複数あることもあり選びました。人気のイベントが今年も無事開催されました。イベントには人気宿も協力し、撮影スポットとしても使われました。美しい眺めを楽しめる施設が続きます。洞爺湖との一体感最高ですね。高級ホテルとして評価の高い宿です。こちらも天空露天風呂で洞爺湖と一体化できますね。異業種が運営する温泉宿の一つとして別の動画でも紹介した施設です。
愛犬と一緒に宿泊することも可能です。最近注目度が上がっているオールインクルーシブの宿です。こちらも愛犬と一緒に泊まることができます。後半最初に取り上げるのは北海道三大温泉の一つ定山渓温泉です。鯉のぼりをイメージできる温泉地といえばここと熊本の杖立温泉ですよね。杖立温泉の鯉のぼりは1980年から続いています。札幌市中心部から定山渓温泉そして洞爺湖温泉へつながる道が拡張されました。高級ホテル予約サイトで口コミ評価の高い施設です。2019年に完成したばかりの施設です。美しい名前の施設森の歌支笏湖温泉でも美しい名前の施設に出会えます。優しい和を感じる施設は古川です。囲炉裏を囲んで夕食を楽しむこともできます。続いては欧米の雰囲気を感じさせる温泉地です。欧米人の保養地だった長崎の雲仙温泉でも欧米を感じられますね。2月には名物の氷瀑祭りが行われました。新型コロナが落ち着いた今年は多くの人が訪れたようです。6月7月にはランタンをあげるイベントも開催されました。もう新型コロナを感じることなくイベントお祭りが楽しめるようになるといいですね。一年中美しい眺望を楽しめる層雲峡の施設です。野口観光グループは箱根湯河原にも宿があります。層雲峡で一番歴史のある施設です。温泉を開拓した功労者として創業者の銅像がバスターミナルに立っています。北海道で最大級の露天風呂が楽しめる施設です。大露天風呂では高さ6メートルからの滝のような演出も楽しめます。いよいよ残すところわずかで取り上げるのは知床最大の温泉地です。施設は高台と漁港近くに分かれて建てられています。知床のシンボルと人気アウトドアブランドとのコラボ T シャツが生まれました。地域活性のために生まれ売り上げの一部は観光のために使われます。デンマークのヒュッゲの雰囲気を大事にしている施設です。赤ちゃんの温泉デビューに訪れたいウェルカムベビーのお宿です。こちらは漁港側にある施設です。知床の海を眺めながら一体感を楽しめそうですね。高台にある知床第一ホテル、3つある棟のうちの1つは昨年リニューアルしオフィスチェアもある部屋が生まれました。海側にある知床ノーブルホテルです。風呂から流氷が見られるなんて最高ですね。続いては温泉街に温泉の川が流れている川湯温泉です。温泉街の再生に向けて大きな発表が話題になりましたね。星野リゾートの会は2026年に開業予定です。北海道で最初の会はイギリスの旅行雑誌でベストデザイン賞を受賞しています。旅館組合が作るコスメが人気になっています。今後も新たな挑戦を続けていってもらいたいですね。病院も温泉熱を使っての10年の挑戦がニュースになっていました。素晴らしいお湯、その熱を活用して新たなご当地グルメが生まれるのが楽しみです。療養泉を満喫できる創業70年の宿です。広いだけでなく温度の異なるお湯を楽しめます。様々な施設を楽しめるホテルです。2023年からは室ベッドタイプのお部屋が増えています。最後を飾るのは小樽にある平磯温泉。一軒宿銀鱗荘がある温泉地です。その銀鱗荘が国の登録有形文化財になりました。このチャンネルでは登録有形文化財に触れられる温泉宿だけを紹介した動画も投稿しています。今年の秋には将棋の竜王戦が行われる予定もあります。竜王の勝負飯が何になるのかも楽しみですね。夜はゆったりと露天風呂を満喫するのでしょうか。竜王戦は11月上旬開催予定です。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。次の皆さんのご旅行の参考になればと思います。そしてよろしかったら、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。